今日はよろしくお願いします。なんだよ、よそよそしいな。ん？久しぶりだな。もしかしてハク先輩？なんで？ハク先輩が刑事？お前忘れてたの？それともどちらかというと警察に世話になる方だと思ってたか？お前、ハク先輩は同じ高校に通っていた2歳上の先輩。当時はすごく悪名高くてみんなから恐れられていた。私も恐喝の現場らしきものを目撃してしまい、その後呼び出し状が送られてきたのだ。あまりに怖かった私はそれをすっぽかしてしまった。まだ覚えてるかな、あれって。あれ、ハク先輩？え、ちょ、先輩、あの、どこへ？現場だ。すみません、私今テレビ番組作る仕事してて、取材でそのワープ事件のことを聞きたかったんですけど、なんていうか、ハク先輩が事件の担当だって初めて知ったんです。お前、これをかぶれ。ほら、自分の目で見る方が早い。事件について知りたいのなら来い。失礼します。それだと死ぬぞ。はい？死ぬ、本気で死ぬかと。そこで休んでるか？あ、